どんなにうまくいっているカップルでも、結婚式前に揉めるという話はよく聞く。もはや避けては通れない、結婚前に訪れる最初の試練なのかもしれない。それが、結婚式にまつわる意見の相違や、お互いの熱量の差によるものなら、まだ修復は容易だろう。しかしもし、一方的に結婚式自体を白紙に戻されたら、そして、その結婚式が、自分の知らないところで挙げられていたとしたら、2年付き合って婚約していた彼氏から、結婚式無期限延期を食らった、私が通りますよっと。コテハンが昇進花嫁か。哀愁漂ってていいな。花嫁じゃないから言ってよし。傷えぐったんなや。そうか、花嫁でもないんかわい。でも気持ちはすでに花嫁なんや。一ヶ月後、花嫁になる予定やったんや。ウキペフポポグアシヒプポパリペペペペ。持ちつけ、昇進。花嫁つけてクレメンス。昇進花嫁さん、何があったの？無期限延期って、実質キャンセルだろ？傷えぐるの好きやな。キャンセル費用もやばそう。お値段以上。寝取り。いや、寝取られてないわい。でも延期の理由には、何一つ納得できてない。今さら延期とか無理。って言っても、一切聞く耳を持ってもらえず、延期以外方法ないって押し通されたわ。結婚相手に、結婚式したくないって言われたら、もうどうしようもない。キャンセル費用は当然向こう持ちになったけどさ、招待状も全部送って、出血の返事がほぼ届いた後にだぞ。一件一件、式中止の連絡入れる時の虚しさよ。なんで押し通されるんだよ。理由は何にせよ、賠償金請求案件だろそれ。結局理由がはっきりしないと話が進まない。こちとら暇じゃないのでね。この時間に書き込んでるやつは、漏れなくニートだろうが。ワイはニートじゃないで。平日休みなんや。ワイも今家守ってるから勤務中やで。ワイは一応出社してるけど、やることないだけやで。社内ニートか。勝ち組だなお前。しれっと、本物のニートが紛れ込んでるな。一致の話を聞く気があるのかないのか、しょうもない話で盛り上がるすれ。しかし言えることは、みんな暇だということ。そう察した一致は、ことの経緯を話し出した。彼から話があるって言われて、何事かと思ったら、結婚するのが怖くなった。一旦、来月の結婚式は延期にしたい。ってさ、え？結婚って怖いものなんですか？結婚したら怪獣に食べられちゃうんですか？一旦の意味もわからない。もう契約金も全部支払って、備品の手配とか準備も終わって、ほぼほぼ結婚式は完成してる段階で、一旦、延期はない？もうなんでなんでなんでいい？よ。でもさ、延期したらキャンセル料もバカにならないよ。一旦、式はあげようよ。正しい一旦の使い方を教えてあげるも、デコでも動かない様子の彼は、付き合うことと結婚は重みが違うんだ。こんな気持ちのまま結婚しても、絶対にうまくいかないと思う。一旦、結婚は白紙に戻そう。あと、しばらく私子にも会いたくない。と、一旦を悪用した後畳みかけるように、延期どころか破局を宣言されてしまった。息するのも忘れてたと思う。式場への連絡や、違約金の支払いは自分がすると、言い残し、そそくさと出て行った彼。一夜にして結婚という夢が砕け散ったよ。無責任だな。結婚の重みを語りつつ、デートをドタキャンする感覚で、結婚式の中止を宣言してるあたり、頭はいてるわ。急に別れたくなったんでしょ？理由は一つしかないじゃん。だとしても、昇進花嫁の言う通り、一旦式は挙げるべきやと思うわ。式を中止にせざるを得ない何かがあったな。富士の病なら美談だが、結婚式の費用は誰が出したんだ？彼両親とうちの両親が出してくれた。お互い一人っ子でさ、親の方から、費用の負担を申し出てくれたんだ。だから余計胸が痛かったし、あれ？うちの親が出した分は、ちゃんと返してくれんのか？っていう不安もまだある。その辺のこともちゃんと話し合わないといけないのに、彼は理由をつけて、私を避けている状態。式場の手続きは完了したっていう連絡が、彼から来た時に問いただしたかったけど、まだ明確に振られたわけじゃないし、延期って言葉を信じてるんだよね。結婚式が白紙になっただけ。いつか結婚できるんだよね？って希望が捨てられない。かっこよくて、理想の彼氏だもん。大好きって気持ちが先行して、彼を待っていればいつかまた戻ってくる。って思いが残ってるから、彼の言葉を信じて待つしかないのかなって。私が別れようって言ったら、彼にうんって簡単に捨てられそうで怖いから、とりあえず式は中止にして、彼の出方を待ってるとこです。昇進花嫁さんもさ、早くそのお花畑から抜け出して、現実見た方がいいよ。彼は完全にあなたから逃げてる。戻ってくるつもりなんてない？断言できる。まだ籍入れてないんだろ？戸籍汚れる前でよかったじゃないか。彼はもう昇進花嫁に気持ちはないと思うよ。理由も取ってつけたようなものでしかないし、本当に仕方なく延期するのなら、
無期限なんてありえないだろ。延期の時点で、次の日程が決まってないってことは、そういうことなんだよ。みんなの言葉がぐさぐさ刺さるよ。頭ではわかってるんだけどな。本当にかっこいいんだよ、私の彼氏。あの人と別れて他の人と結婚する計画は、私の人生にはないんだよ。顔で男を選んだ結果、自業自得じゃん。次失敗しないように努めよう。親御さんに費用負担してもらってる分は、しっかり話し合って返してもらわないと。その辺の手続きも彼氏に任せっぱなしか？金だけはしっかり解決しとけ。もう一度その辺どうなってるのか彼に連絡取ってみるよ。何もかもがもやっとした状態のまま、昇進花嫁はいつの間にかスレを去っていた。イッチは無事、彼と復縁することができたのだろうか？一ヶ月後、イッチがスレに戻ってきた。Y の人生史上、最大の珍事件が起こったぞ。驚天動地の大事件や、昇進中のくせに楽しそうだな。元気そうで安心したよ。まだ昇進花嫁なの？見事花嫁とかに小手半変えなくていい？見事どころか、大勝利花嫁だがな。楽しそうに見えるのは、アドレナリン大放出後の後やからと思う。また話聞いてもらえると嬉しい。おお、こや復縁したパターンか。話聞くぞ。ありがとう。フェイク入れるから、おかしい部分あっても感受してくれ。早速事件勃発の日の話から行く。彼の方は相変わらず会ってくれず、メールの返事も的確な回答を濁す感じだった。その日は、もともと予定してた結婚式の前日に当たる日だった。私の携帯に、式場から連絡が入った。キャンセルしていこう、初めてのことだった。電話の要件に私はひっくり返ったよ。なんと、私が外部発注していた引き出物が、式場に届いてしまったのだ。他のは式場提携の業者使ったりしてたから、キャンセルと同時に式場の方で、業者への発注を止めてくれてたんだと思う。でも引き出物だけは、私が絶対にここ、って前々から決めてたところに、個人で発注しててさ、なんとそのことをすっかり忘れてて、当初の予定通り、式場に大量の引き出物が、届いてしまったというわけだ。私はとにかく平謝りしてたんだけど、式場スタッフが、電話越しにおかしなことを言うんだ。こちら引き出物ですよね？明日の結婚式でお渡しされる引き出物は、うちの提携業者で、別途ご依頼いただいてたものがあるので、重複してしまっているのですが。はい。明日の式は1ヶ月前に延期というか、キャンセルさせていただいてます。そちらは私がキャンセルし忘れたものなので、明日にでも引き取りに伺います。すみません。お互い、何を言っているんだろう？っていう空気が数秒流れた後、私は衝撃的な言葉を耳にする。式はキャンセルされておりませんよ。新郎様のお名前は、レイ様ですよね。1ヶ月前に、花嫁様のお名前の変更だけを賜って、式は予定通り明日行われますが。はい。ここで式場スタッフは、しまった、という心の声が、ダダ漏れな慌て方で電話を切られた。雷に打たれたような衝撃を受け、しばらく思考停止。キャンセルされていない。新郎の名前は彼氏の名前。花嫁の名前だけ変更。なんだーと。残心。彼氏が別の女と結婚するってこと？え？何が起こってるの？やっぱり、お値段以上。ネトリ。そうよ、花嫁の名前を変えるって、そんなことできんだねー。まずそこにびっくりよ。彼に電話かけたけど音信不通。待ってー、うちの親が出した結婚式費用は、プランとかドレスも、まさかそのままか。ぐえー、彼氏の親族、友人たちは、花嫁入れ替わってるの知ってんのか。もう泣いてるのか笑ってるのか、自分でもわからない、おかしなテンションになってさ。そのテンションのまま、翌日、結婚式場に行ってやりましたと思う。もう草生やすしかない状況だなこれは。アリエルがアスラとエリックの結婚を知って、結婚式に乗り込むガが思い浮かんだ。冷静に考えてさ、結婚式の準備頑張って、あと1ヶ月ってところまで来て、花嫁の名前だけ書き換えてポイ捨てって、よほど強靭なメンタル持ってないとできんぞ。だとしたら、彼氏の親もクズすぎんか？そこにどんな面下げて参列したんだよ。相手は浮気相手かな？あれ？昇進花嫁が浮気相手の方だった？ワクテカが止まりません。早く結果報告してくれ。大好きな彼氏は、一致と挙げる予定だった結婚式をキャンセルせずに、あろうことか、花嫁の名前を一致から別の女に変え、式を強行しようとしていた。くしくも一致は、本来であれば、自身の結婚式が取り行われる予定だった式場に、花嫁という立場ではなく、招かれざる客として向かうことに。翌日、呼ばれてないけど浮かないように、一応お呼ばれドレスで式場へ向かった。式場に着くと、確かに多くの招待客たちが、建物に出入りしている様子が見受けられ、結婚式が取り行われることは確かなようだ。式場のある建物の1階には、ガーデンレストランがあって、
そこがゲストの待機場みたいになってたのね。受付はその奥にあったから、受付に、行かずにしれっとレストランのテラス席の、人目につかない場所に座った。周りの目を警戒してマスクしてたんだけど、私が知ってる彼氏の友人たちはいない。でもみんなにこやかで、彼氏の名前を言ってる人もいるから間違いなく、新郎は彼氏なんだよね。新婦の友人らしき女の子たちは、新婦ちゃん、あんなにかっこいい彼氏がいたなんて知らなかったよねー、なんて、笑いながら話してる。彼氏が、私の知らない女と、私の知らない人たちにお祝いされて、この後結婚式を挙げる。その場にいればいるほど、現実味がない、本当にいようとしか言いようがない空間だった。入場時間となり、招待客たちは次々と席を立ち、場内へと入っていった。人の流れをぼーっと眺めていると、チャペルへと移動する新郎新婦が、遠くの廊下を歩いているのが見えた。タキシードをバッチリまとった新郎は、間違いなく私の彼氏で、その横にいる新婦であろう女は、私が選んだドレスを身にまとっていた。泣いた、人生で一番泣いた、マスクの下ぐっちゃぐちゃ。そのドレス、ワイが選んだにゃー。とは言えず、私は一旦建物の外に出て、ある人の到着を待ちながら泣き続けた。しばらくすると、中からパイプオルガンの音と、歓声が聞こえてきた。ああ、彼氏と知らん女との結婚式がついに始まる。私がそこにいるはずだったのになぁ、なんでこんなことになってんだよー。パイプオルガンの音がおかしなとこで急に止まり、私の涙も止まった。直後に建物内外に響く怒号。同時に、多くのどよめく声が上がった。悲鳴のような声も聞こえ、式場スタッフたちも慌ただしく走り回る。先ほどまでの涙は乾き、私は大きく高笑いしていた。私が送り込んだ刺客たちが、いい仕事をしてくれているようだ。一体何を送り込んだんだ？待ってる人がいたな。昇進花嫁が、一人で乗り込んでないことは分かった。地震、雷、火事、親父、男にとって一番の天敵ではなかろうか？おお、ほぼ正解だ。待ち合わせしてたのは彼両親。受付がガラ空きになった隙に、到着した彼両親を、チャペルに投入した。彼両親は、私との結婚について、彼から結婚は白紙になったとだけ、聞かされていたよう。結婚前の男女のいざこざに口を出すまいと、彼両親はそっとしておいたそうな。しかし私は、息子の結婚式に、両親が欠席とは何事か？費用を出したのも両親なのに、息子の結婚式を見ないでいいのか？と思い、当日、彼両親を式場前に呼び出し、その場で、彼氏の挙式が間もなく始まることを知らせた。で、飛び入り参加した彼両親によって、パイプオルガンの演奏が止まり、チャペルは物騒な音や声で、溢れ返っている模様。真っ青な青空の下。なんで？すっとぼけんなぁ、俺たちはいつ死んだんだ？あ？勝手に殺さないでよー、あんた一体、誰と結婚してんのよー。という叫びが、通行人たちの足を止めていた。相変わらずスタッフは、チャペルに総動員されている模様。招待状もない、祝儀も持ってきてないけど、私も少しお邪魔させてもらうことにした。勝手に殺されてる両親はロタ。この時の牧師の顔が気になる。そもそも、なんでこんな嘘で塗り固めた、結婚式を強行したのか理解できん。キャンセル費用がもったいない。でも浮気相手と結婚したい。じゃあ花嫁だけ書き換えたろ、ってとこやろか。三行で言われても理解できんわ。理解しようとしたら負けやで、心で感じ取ってや。おう。チャペルは大混乱に陥っていた。即刻中止を知らせるスタッフの奥で、彼氏につかみかかる彼両親と、その横で顔を真っ赤にしている新婦。新婦の親族席は埋まっているのに、彼氏側の親族はごっそりいないようだ。彼氏が親族にも極秘で、結婚式を挙げようとしていたことは分かった。会社関係者と思われる人たちが大半を占め、彼と年の近い友人であろう人たちも、ちらほらいるが、私と面識のある人たちはいなかった。しっかりと根回しされていたことがよくわかる。牧師や演奏者たちは退場し、混雑を避けるため、ゲストたちは一旦席に着席させられている。式場のスタッフが、彼両親の暴走を止めようと間に入るも、もはや戦方なしだ。私子ちゃんと結婚するんじゃなかったのか、親に黙って、結婚式を挙げるバカがどこにおる。一体どういう神経してんのよ、あなたも誰？花嫁は私子ちゃんのはずよ。いいから出てってくれよ、誰と結婚しようが俺の自由だろう。という叫びの後、彼父のフルスイングビンタが、彼の方に綺麗に入った。バッシーン。痛みでうずくまる彼氏に駆け寄る新婦。とっても素敵な光景だ。やめてください、ひどすぎます。海線山線のなかなかずぶとい新婦だこと。コツ、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 ヒールを鳴らし、私は一人でバージンロードを歩く。かっこよく言ってるけど、エメンバチクソシュールだぞ。え、誰？こそこそ、飛んだ修羅場だなこれ、こそこそ。左右から聞こえるそんなひそひそ話。
彼氏は私の姿を確認した瞬間、ずっこけなが、牧師が使う台の裏に逃げ込み、見事な隠れ身の術を披露した。私が今日、ここで結婚式を挙げる予定だった、新郎の花嫁です。この女、誰ですか？私が女を指差しそう言うと、特に新婦側のゲストたちは、互いの顔を見合わせながら、新婦ちゃんの結婚式だよね？え？私たちここにいていいの？という、招待客たちも自分が一体、誰の結婚式に参列しているのか、わからなくなるという、錯乱状態に陥る。私も意味がわからないけど、とりあえず、ことの経緯を話しておく必要はありそうだ。この式場を選んだのも、このドレスもプランも、すべて私と新郎が決めたものです。なのに1ヶ月前、突然新郎に、結婚式の中断を申し出されてしまいました。そして昨日、偶然結婚式は続行されるということを知った次第です。式はキャンセルなんてされておらず、花嫁である私の名前はこの女に書き換えられ、彼はこの女と結婚式を強行したのです。この女は、私の結婚式と新郎を乗っ取ったのです。会場中の視線を一身に集め、この汚い新郎新婦の正体を大暴露。すると、新郎側の誰かが、やっぱり、昔写真で見た彼女の顔と、新婦の顔が違うと思ってたんだよ。と呟いたことで、再び入り口からバタバタと、こちらに走ってくる足音が、お父さん、お母さん。まさか、本当だったのか。彼氏くんはどこにいるの？私の両親の登場に、再びチャペルは、この世の地獄と化した。未回収金来たー。親族総動員でお祝いに駆けつけたのか。なんて愉快な結婚式だー。式場のセキュリティ、ゆるゆるで草。費用を出してくれた両親にも、前日事情を話して、式場に来るよう言っておいた。彼両親が、台の裏から彼氏を引っ張り出し、再び新婦の隣に放り捨てる。この女と浮気してたんだ？なんてったって、この式の存在を知ったのが私も前日なわけで、新婦である女とはこの時が初対面。彼氏が浮気をしていたということも、結婚式を乗っ取るほど、燃え上がっていたことも知って、まだ24時間も経っていない状況だ。私よりもかなり若い印象だ。いかにも彼氏好みの女だったよ。私の問いかけに、彼氏がやっと口を開いた。本気でこの子のことを好きになった。浮気なんて軽い気持ちじゃない。俺は彼女を妻にしたいんだ。声を大にして、新婦への愛を叫ぶ彼氏に、彼氏くん、と目をキュルキュルさせている新婦、会場内は大ブーイングだが、新郎新婦は、二人の世界に浸っているようだ。もはや、凡人に理解なんてできない域に達する、住む次元が違う人たちなんだなと思った。この式の費用は、私たちも支払ったよな？そうですよ、ね。破談になった花嫁の親が、どうして見ず知らずの女の式の費用を。ふむ、おかしいよな。うん、おかしいですね。うちの両親は、ちょっとまだ状況把握に時間がかかりそうだったので、ファビョリ出した新婦の方から、片付けていくことにする。正真花嫁のママパパ、置いてけぼりじゃねえか。そりゃ、意味わからんで当然だろう。娘の結婚式費用出してやったのに、娘が花嫁じゃないって草生えるわ。アンパンマンショー見に行ったら、ジャムおじさんしか出てこない。くらいの衝撃的やろな。子供泣くなそれ。そんな例えを思いついたお前に、ワイは衝撃を受けている。正真正銘、私たちの結婚式よ、過去の女は黙ってて、突然発狂する新婦に、みんな目が点になる。いや、だから勝手に他人の。私の方が、彼氏さんの花嫁にふさわしかっただけ。捨てられた女が、今更のこの子やってきて何を言い出すかと思えば、よくも私たちの結婚式を台無しにしてくれたな。出て行け。式続行。早く追い出せ。バッシーン。バッシーン。お前が出て行くんだよー。今まで口をつむぎ、そっと寸前だった、新婦の両親がついに毒牙を剥いた。毒牙にかかった新婦は、両方に両親から一発ずつ張り手を食らい、右へ、左へと体がぶれた後、そのまま転倒して地面に突っ伏した。そりゃそうだ。新婦の両親は、自分の娘がまさか略奪婚してるとは知らずに、神聖な結婚式として参列してたんだろう。新婦側は、両親以外にも親戚と思われるおじさま、おばさまたちも参加していたし、この衝撃はビンタ一発くらいじゃ、到底、表現できないんじゃないのかな？スタッフはあたふたしながら、ゲストたちをチャペル外へと順に案内していた。さすがにここまでか、と警備員たちの人数が増え、これ以上やったら、かえって賠償請求されるかもしれない、と冷静になった私も、スタッフに頭を下げて、チャペルの外へと歩みを進めようとしたその時、入っちゃいけません、誰かその男止めて、というスタッフの懸命な声が聞こえてきた。チャペル入り口から、退場するゲストの波をかき分けて、ドカドカとこちらへ向かってくる。貫禄のある男性の姿が。
私の横も通り過ぎ、男は新郎新婦の前に立ちはだかったかと思えば、そのまま新婦を担ぎ上げて、チャペルを飛び出した。じゃあ、下ろして、下ろしなさいよー。閉じたばたする新婦だったが、男はがっちりとその細い体を抱え、そのまま新婦は、チャペル外に連行されていった。その場の全員が、突然の出来事に目を丸くし、ガラス張りのチャペル内から、真横に併設されたプールに、走っていく男を目で追っていた。彼氏は、新婦を誘拐されたとパニックになり、血眼になって謎の男の後ろを追いかけた。そしてそのまま、ザッパーン、と新婦は豪快にプールに投げ込まれた。おーおい、何してんだ。あ、助け、て、でー。早く助けろよ、あいつ死ぬぞ。ドレスの重みで新婦はアップアップしている。早く助けないと、本当に危険かもしれない。だったらお前が助けろやー。あいつの旦那だろうがー。うゃー。男は彼氏の背後に回り、華麗なジャーマンスープレックスで、見事、彼氏をプール底に沈めたのだ。なんとか彼氏が新婦を立たせ、女も彼氏も一命は取り留めたようだ。化粧はボロボロ、濡れたお化けみたいな姿の新婦。そんな新婦を隣で支える彼氏。なんともシュールな画だったよう。プールサイドはゲストたちで囲まれており、新郎新婦は上がってくることもできない。いや、上がったら今度こそ殺されると悟って、その場に止まっていたんだろう。誰だよこのプロレス男、早く説明しろ。水を吸い上げたドレスって、一体何キロくらいになるんだろうな。かっこよすぎ惚れた、寒いから早くして。そういう話は出てこないから、パンツは一旦上げとこうか。突如現れたこの人物は、新婦を愛してやまない、新婦の彼氏なんだ。結婚式が始まる前、待機所で待ってた時、新婦の友人たちが、こんなかっこいい彼氏がいたんだ。あのクマみたいなおっさんとは、いつ別れたんだろうね。って言ってる会話が聞こえてきた。私はその話を詳しく聞かせてくれと言って、新婦の友人たちから、新婦には結婚する男とは、別の男がいるという情報をゲットしていた。なんでも男の方が新婦に続婚らしく、以前から、新婦に結婚を迫っていたそうなんだ。新婦との付き合いも長く、お金持ちのその彼氏に、いつも新婦は貢いでもらって、いいものを食べさせてもらい、いいものをまとって、周囲も羨むような生活を送っていたんだって。それが、急に新婦と連絡がつかないと、男が数週間前から新婦の友人たちに、新婦のことを聞き回っていたそうだ。そこに新婦から、急遽結婚式に参加してくれ、という連絡が友人の元に来たらしい。そこで新婦は、もうクマとは別れた。付きまとわれてるから、私のこの結婚のことも教えないで、って友人たちに言ってたんだって。だから私はその場でその友人たちに、クマを呼び出してもらったんだ。私の正体も、その子たちだけに明かして、復讐するためにここにいることを伝えると、すぐにその子たち寝返ったよう。クマに電話して、あんたの彼女が、他の男と結婚しようとしてるって言ったら、飛んできたってわけだ。私の彼氏同様、新婦もまたそのクマに、はっきりとした別れは伝えずに、この日を迎えてる。きっと、いい金づるとして、キープしておくつもりだったんだろうがな。実際に来た新婦の彼氏は、本当にクマのような人だった。大層ふくよかで、怒らなかったら、人柄の良さそうな人だった。確かに新婦よりもかなり年上に見えて、身につけているものはすべてブランド品。いかにもお金持ちで、金づるにされそうな雰囲気だったよ。クマかわいそすー。悪い女だな。もう一生そのプールから、出てこれなくなったんだな。クマグッジョブ。クマは吐き捨てるようにこう言ったよ。水も滴るいい女、だな。お幸せに。くぅー、かっけぇ。くぅー。私は痺れたよ。クマくぅーん。と新婦は、去っていくクマの背中に向かって叫んだが、クマは振り向きもせず、そのまま式場を後にした。新婦は、クマというより、お金に未練があるって感じの顔だったよ。その横で棒立ちの新郎の顔よ、もう傑作だったわー。で、そのままお開き、披露宴は食事会に切り替えられて、半分くらい残ったゲストたちが、修羅場の話を、酒の魚に食事してたよ。ずぶ濡れの彼氏が駆け寄ってきて、着替えた後に話をしよう。って言ってきたけど、あ、お金の話？それは弁護士に頼むから、あなたと話すことはないよ。と言って、ご発注で届いた引き出物たちを、招待客たちに詫びながら配って帰ったわ。意味不明すぎて泣いたけど、みんな慰めてくれていい人たちだった。この結婚式で新郎新婦は、一体どれほどのものを失ったんだろうか。金、名誉、信頼、友人、家族、血味猛量な人たちが墜落する姿を見てたら、背筋がシュッと伸びた気分だったよ。とんでもない、ぶっ壊し方をしてきたんだな。お疲れ様でした。楽しかったぞ。ラスボスのクマさんが素晴らしかった。揉めずに絞り取れるといいな。これからが本番だ。頑張れよ。クマさんとの続報をお待ちしております。
やめろ、絶対嫌やわ。そうや、大勝利花嫁は面食いやったな。おつ。結婚式直前の破談、彼氏の裏切り。短期間に数々の困難に見舞われるも、見事な手際で彼氏と浮気相手に、特大なしっぺ返しをお見舞いした一致でした。恋人を顔だけで選ぶと、一致のように、とんでもないことに巻き込まれるかもしれません。今回は、本来ならばムード満点な、レストランのプールサイドが、壮絶な修羅場会場と化しました。あなたの、プールにまつわる珍事件を、コメント欄にて教えてくださいね。このチャンネルでは、女性の身近に潜む問題を、スカッと解決する話を配信しています。スカッとしたい方はチャンネル登録で、次の動画もお見逃しなく、コメント欄での感想も励みになってます。今回の動画を気に入ってくれた方へは、こちらのスカッと動画もおすすめです。最後は運試しのじゃんけんだっぴー。じゃん、けん、ぐー。